最近アマゾンとかでようやく美術、アート、まあ、絵画とかですよの楽しみ方っていう本がちょいちょい出てきて、で僕もねそういうビデオを昔見たことあってね、イタリア人がイタリアの国営放送だっけどこだ、 BBC だっけどこだ、確かイタリアだと思ったんですけど、が作った、絵画の、ひたすら絵画の解説をしていく、多分テレビ番組をまとめたやつなんですけど、ビデオレンタルにあって、それがごめんねタイトル忘れちゃったんだけどっていうのがあって、あのやたら頭がちっちゃくて頭身の高い、もう9頭身ぐらいあるようなお姉さんが出てきて、で毎回そのなんていうの、今回は誰々 の誰だろう、パッと出てこないけど めちゃめちゃ有名どころの、あそれこそレンブラントの夜景とかもやってた、そういえばの、毎回そのちゃんとスタイリストがおっしゃれな服着せて出してくるんですけど、でこの絵はこういう風でて、こう見てみましょうつって、お金を持ってる人が一番前にいますよとか、そういういい意味で生臭い話をしてくれたりね、あとはその構造がこういう風に三角形三角形三角形でできてとか、右側に男たち3人が、右側に左側に女が3人がとかっていう、そのこれ対立の構造になっててとか、マンドリンを持ってるからこれは何だろう、あのマンドリンは何だっけ、色っぽい感じの象徴ってたかな、あと財布があると金持ち、もしくは金で結ばれた関係みたいな、バニタスがとか、そういうのもね解説してくれて、あこういう見方があるんだって、結構バリバリってこう衝撃を受けたんですよ。そういう体験をなかなかする機会がないですよね。なんかそっちの角度から解説して、僕はそういう体験があったから今みたいに YouTube をやって、自分みたいな人間が分かるような写真技術の解説をしようと思ってやってるんですよ。だからまあないからやってるおかげで、すごく特定の人たちにご支持いただいてありがとうありがとうなんだけど、そういう人意外と多いと思うから、もっとテクニカル面から解説すればいいんだと思うんですよ。テクニカル面から解説をすればもっとアートにお金が回るだろうなと思うんですよ。で僕がこの間読んだ、ですね、教養としてのアート、投機としてのアート、投資投機ごめんなさいとしてのアート、下に出しておくねっていう本を読んで、すごく面白かったんですよ。それがね、見たらね、ウラジオストク行く直前に読んだ、まあアート市場についてずっと考えてたんだけど、その補強のためのデータというか、その専門家が書いた文が読みたいと思ってアマゾンで検索したら、上位、一番上位に出てきてから、よしっつって Kindle で買ってそれを読んだんだけど、むちゃくちゃ面白かったから、興味あったら読んでね、アート市場に興味がある人ね。で見たのはね、今ね、今って言っても多分1年前2年前で、さらに統計だからそのもう1年前とかなんでしょうけども、最近アート、世界のアート市場が8兆円規模、8兆円ぐらいの規模になったらしいよっていうお話が書いてあって、日本はどれぐらいかっていうと500億円規模なんだって。500億円と8兆円だって、もうすぐに何十倍って出ないけど、それぐらい差があって、しかも日本は古美術に結構寄ってるんだそうです。だから現代アートっていうのはなかなか分かりづらい。なんでかっていうと、市場がでかいから分かり、身近にあるから分かりやすいっていうコンボがありえるでしょだと思うんですよ。で僕も古典的なのばっかり見ちゃうし、結局まあその本にももちろん書いてありましたけど、そのマルセル・デュシャンさんが泉っていうのね、便器に泉っていうのをつけて、そこから現代アートの幕開けでみたいな、それ以降と以前でも全然ガラッと変わっちゃってるんで、僕はある意味では現代アートの世界に生きなきゃいけないの結構苦痛な部分があるんですけども、なんでかというと、この間の愛知トリエンナーレみたいなことが起きちゃうからなんですよ。愛知トリエンナーレも結局自分たちの政治的な、アーティストが政治的な主張を持つのは悪いことじゃないと思うんですよ。誰でも政治的な主張はあっておかしくないんだけど、でも政治的な主張のためにアートを使っているような人たちにも出てきちゃうので、愛知トリエンナーレの表現の不自由点がどうかっていうと、あれはキュレーションに非常に問題があって、アーティストの側の人たちも右の人も左の人も絶対いると思うんですよ。知らないけどね、僕コレクターじゃないんで知らないんですけども、特にあのなんだろう、写真の世界がほとんど知らないんであんまり偉そうなこと言えないですけど、絶対右の人も左の人もいる。なんでかっていうと、スラッシュメタルっていうかヘビーメタルの世界にもですね、サタニックメタルの人もいれば、クリスチャンメタルの人もいるんですよ。教会のバンドみたいな感じで、デス声でおえって言っている人たちで、ギターとかめちゃくちゃ歪んでるんだけど、内容は神への賛美だったりするっていうのがあるんですよ。ブラックメタルに対抗してね、できたのよ、そういうのがあったのよ。まあ今もありますけど、そういうのがあるぐらいなので、あのいわゆる現代アートの世界、ハイアートの世界にもそういうの絶対あるはずだと思うんですよ、人間だから。ないとしたらその方がおかしいから。でもその表現の不自由点については、完全に左側の活動家の人たちが、それ左側のものばっかり都合よく集めちゃったんで、ろくでなし子さんとか入ってないんだよね、あれね。
っていうことなので、そのキュレーションがダッセーなっていうので揉めた案件だと思ってるんで、僕は本当にどうでもいいなと思ってるんですけども、結局ね、その日本人にとってアートっていうのがああいう不祥事みたいなところでしか目にする機会がないっていうのはね、非常にイメージとして良くないし、写真を撮っていく上でやっぱ現代でやってるんだから現代アートの仲間になるしかないんですけど、自分がアーティストとして写真を撮って世の中に測るために、俺一体どの角度から どこに入っていけばいいのかって分かんなくなっちゃうのよ。でもっと今日の話題は、ごめんごめん、難しい話をあんまする気がなくて、僕にとっては難しいんだけど、もっともっと身近な話ですをすると、写真家活動、写真作家活動ってどうやって始めるのっていう話なんですよ。で僕も悩んでる。で商業カメラマンなんだけど、あの前はね、1年ぐらい前だっけ、そんな前じゃないっけ、あの写真作家活動も頑張ってしてみようっていう、まあ宣言じゃないですけど、まあ、気持ちとしてね、写真作家的な活動もしてみます、見ようと思いますっていう動画もアップしたと思うんですね。でそれからリサーチも兼ねてテスト期間ずっとやったんですよ。でウラジオストックに行く前にそのアート市場のこともリサーチして、あ、なるほど、こういう風になってるんですねっていうのが結構分かって、でそれが自分がどういう段階を狙って、どういうレベルをね、パラダイムを狙っていくのかよく分かんないですけど、とりあえず手近なとこからやるしかないんで、何をしようって考えた時に正直よく分かんないのよ。だから僕がよく分かんないってことは、写真を趣味でやってて、で例えばなんだろう、ポトレでもない、風景を撮ってるけど絶景でもない、カレンダーみたいなやつでもない、何々でも何々でもない、何々でもない、何々でもないってやってた結果、ファン、これ俺は多分アート、ファインアートをやろうと思ってるんだろうなって、アートっつってもいろいろあるんだけど、まあ僕ファインアート志向なんで、ファインアートと限定してねって考えた時に、何をすればいいか多分分かんないんだよね。分かんなくない？だってそうさ、冷静に考えてみりゃ、他のジャンルの人たちだってよく分かんないわけで、僕もよくガリガリの写真撮ってますけど、ガリガリの写真撮って使い道ないんだよ実際。だからそのなんだろう、大人というか社会人で資本主義社会に生きてる人間なので、これがね、この間ロシアに行ったから、共産主義社会だったら、共産主義の国で、まあ社会のね、だったら党に献上すればある意味ではいいかもしれないんですけど、まあ国威発揚のためにそういうものを作るとかね、そうお抱えの作家もいるんで、昔あの山岸沈むっていう、何でしょう、調べてね、みんな、山岸沈むのお抱えの画家の方に会ったことがあってですね、僕も写真撮り始めた直後だったかな、はあ、そういう人生もあるんですねってすごく面白いなと思ったのよく覚えてますけども、共産党とかそういうノリですね、きっとね、あのバレリーナとか新体操の選手とかみんなそうでしたもんね、っていうことだと思うんで、まあね、そのある意味国家に捧げればある意味いいのかなっていう気はするんですけども、資本主義社会にいるんで基本的には市場と関わらないと生きていけないんで、自分が撮ったものをどんな市場、資本主義って言ったっていろんなその中に市場が含まれてるわけで、どことお取引を始めればいいの、どことお取引がしたいって言って自分ではいはいって名乗りを上げればいいのかよく分かんないんですよ、僕はこういう発想なので。でまあそれを最近いろいろ考えていて、とりあえず写真も市場が、出口が決まると何を作るべきかが早いのでっていう考え方をしてですね、ウラジオストック行って、でウラジオストックで結局ね、ローライコードを使ってみたのは、その正直言うと手焼きまではやらないのでフィルムで撮ってるんだけど、これね、フィルムを現像これからしてもらって、それを多分デジタイズすると思います。デジタイズして、まあ写真集の形にしないといけないし、まあ何点かはもちろんプリントするんですけど、プリントを売るときにフィルムで撮ってるっていうのは、そのなぜか やたらと信頼感があるんですよ。やってる側からすると、実際にね、撮っている側からすると、デジタルだろうがフィルムだろうが、どっちもやろうと思えばいくらでも改変なんてできちゃうのみんな知ってるでしょ。だけどイメージって市場だから、市場ってイメージとか気持ちで動くもんだから、もちろん僕は嘘つかないですよ、フィルムで撮ったら改変なんかしないですよ、もちろん。でもデジタルで撮ってたって改変なんてしないよ。仕事で用途が決まってて、そこにはめ込んで絵を作らなきゃいけないときは、例えば合成とかすることありますけど、それ以外について今のところ合成なんて全然する気ないし、逆に合成してても何も悪いことじゃないんでと思うんだけど、そのまあそのあたりも含めですよ、その結局フィルムで撮ってるってだけでやたらと信頼してもらいやすいし、その再現性が低いというふうに思ってもらいやすいってことは、価値がつきやすいわけですねっていうふうにいろいろ考えててですね、だから
市場が決まると自分がどうするべきなのか、どうすると有利になるのか、まあ、計算はしますよ。でプラスして、じゃあ自分に有利プラス自分ができるかどうかね、まあ、お金とかその気合とか予算とかその辺ですよ、その辺の兼ね合いでも考えて、まあ、そういう実験をずっと、それのバランス取りの実験をずっとやってたんだけど、この何年かっていうことなので、まあ、ウラジオストクは僕的には非常に分かりやすかった。例えば自分を取る面においては、なるほどこういうふうに、そのなんだろう、日程組から現地の動き方からなんだかんだそういうの含めてね、実用面ではすごく勉強になった。これもこういうスタイルで行こうっていうふうに思えたんで、すごく良かった。まあまあ後ほどまたね報告しようと思ってますけどだけどその撮ってきた写真を、例えばプリント作りましたっつっても、どこに売ればいいのかがよく分からないし、物を売るためにはプロモーションしておくのがいいよね。で YouTube 見ててくれてる皆さんがですよ、登録者の方が3万今1000人ぐらい、3万1000何百人かいてくれてると思うんですけども、いるとして、僕が例えば一番面白いなと思ったのは、商業撮影やってますって言って、商業撮影の依頼募集してますって YouTube でやって、もう YouTube 経由での依頼ってほとんど来ないね。面白いよね。でも なんでかっていうと、僕は商業カメラマンとしてやってるけど、商業仕事でやった作例って、まあ、作例っていうのかな、やった写真、自分の作品ってウェブサイトとかにアップしてないの。なんでかっていうと、めんどくさいから。インターネット上では、なんだろう、本当に思ったことを言う人間を捕まえて、すぐにこう一生懸命足を引っ張りに来る人がいるから、まあ、要はクライアント自体が弱点になっちゃうわけですよ。だからそれを最初から晒しててもしょうがないかなと思って、全然出してこなかった。出す必要ないから。僕は仕事やる気全然ないんで、分かる人だけお客さん来てくれればいいよっていうスタイルでやって、まあ、名古屋人ですからね。名古屋人は殿様商売なんで。っていうふうにやってきたんで、全然それでいいやと思ったんだけど、自分がどの道、自分が仕事の作例をサイトにアップしていたとしても、そこで自分の写真のプリントを売ろうとしても、僕のしゃべくりを聞きに来てくれてる人たちが僕の写真のファンであるわけではないので、別の流れなんですよ。それってストリームが違うんで、結局そこで写真のプリントを売ってもまあ売れないよねっていうのも、もちろんこっちが提示しているものが、パッケージングの仕方とか売り方にも問題があるしっていうのがね、最近ようやく分かってきて、もうすぐ41歳なんだけどね、今年も Amazon ウィッシュリスト公開しちゃうかなっていうふうに思ってますけども、去年はコーラいただきましてありがとうございましたっていうことなんで、非常にですね、皆さんアート写真を志している人にはこれから僕が動いていくことがちょっと参考になるかもしれないと勝手に思ってます。で逆に写真を撮ることについては、別にもう撮れるじゃんっていう感じで正直いるので、だからね、正直なところあんまり身内の話あれですけど、オンラインサロン内でもどうしても僕が興味があることに話題がね、例えばブログとかほとんど毎日書いてるんですけど、どうしてもそっちに引っ張られるというか、僕が引っ張っちゃうんだよね、そりゃ。ので、純粋にバンさん何やってんのっていうのが気になる、まあ、いわゆるファンっていうことですよね。そういう方についてはある意味何でもいいのかもしれないですけど、写真の技術を学びたいという人に関してはちょっとね、僕がそっち側に突っ走りすぎてしまうので、いかんいかんという気持ちにはなっているんですね。にはなっているんですけども、写真を撮る上でですね、僕いつも思うんですけど、 YouTube についてもそう思うんだけど、結局撮ることでしか解決しないのがほとんどなので、撮ることは動くことですよね、しかないので、僕はある意味ではそのおっさん写真堂界隈、オンラインサロンも含めても含めなくても、おっさん写真堂界隈の皆さんについてですよ、つながってる皆さんについては、僕が見守ることが大事だと思ってるんですよ。で僕に質問に来ると、まあ、なんでそんな質問してんでって怒られそうで怖いしね、もうそれでいいと思うっていうふうに思ってるんで、それを分かった上でお付き合いいただいてる方々なのでとか、まあ多分ね、そういうふうだと思うので、もちろん質問があるんだったら質問は投げてもらえばいいですけどね、答えるべきだと、皆さんの役に立つべきだ、皆さんの役に立つから答えるべきだと思えばもちろん答えますよ、もちろんね、というふうに思ってるんで、それぐらい多少の社会貢献はさせてくださいっていう感じなんで、そう思ってますけども、ただね、基本的に今一番最大興味が湧いてるのはやっぱりアート側で、自分がその写真を売るにはどうしたらいいのかなって言って、多分ね、ここで話を区切るわ、ごめん